先ほど埼玉県の女性の方から転倒をしてお膝を打ったということで、お膝のお皿を骨折してしまったということでお問い合わせがございました。お皿を骨折するっていうのは結構多い、転倒した時に多い骨折なんですけども、だいたい今までの経験上、縦にパックリ折れたり横にパックリ折れたし、2箇所ぐらい、2つに割れるぐらいのが多いんですけども、その方なんと聞いて打ったわけました。5箇所です。5箇所、お皿が5箇所に割れてるんですよ。どうですか、びっくりしません？本当にびっくりしちゃいました。でこちらの方はすでにですね、お近くの整形外科で超音波治療を患部に行っているということでした。これまたもう一個ぶったまげたことがあるんですけども、その方が通われている整形外科ではなんと超音波治療が1回10分しかやってくれないですよ。そんなのもう行って帰ってくるだけでもう10分以上かかっちゃいません？で、それだったらもうね、もうレンタルしちゃってやった方が絶対得ですよね。私の方は1回の治療30分です。30分を最大1日2回ですので、1日あたり60分の治療が患部に対してできるわけですね。で、もしその方1回あたり10分の治療になりますから、毎日週5回、仮に病院に通っても50分しかできないです。5日で50分、かたやレンタルしても1日60分できるわけです。そうしたらもう治療の効果ってのは歴然ですし、時間をね、効率的に使うという観点からでも絶対レンタルした方がお得なわけです。さらに膝のね、お皿の骨折というのは足首なんかに比べたらそこまで腫れは出ない部分ではあるので、当てたら当てた分だけ痛みのレベルはすぐ引いてきますし、効果はもうすぐ感じてくると思いますんで、もうそういった場合はもうレンタルしちゃった方が本当に賢い判断になるのかなと思います。今回はですね、膝の骨折について、まあ、簡単にお話しさせていただきましたが、その他にもまじ不安なこともしありましたら、些細なことも結構ですんで、お気軽にお問い合わせください。それでは今回はこれで終わりになります。以上です。